メンバー探してたから何も食ってなかったってば。ちょうど一楽の前だし、あれあれ財布がない。お、ナルトではないか。何を騒いでる。なんだ、やるせんにいる。なんだとはご挨拶だろう。さては一楽に行こうとしたが財布がないといったところか。ああ、もう本当についてないってばよ。変な奴と同じ班になるし、財布はなくし、こんなに腹が減ってるのに一楽のラーメンは食べられないし。なんだ、本当に財布がないのか。それだけじゃないってばよ。そうだ、エロ仙人にラーメン代を出してもらえばいいんだ。うんうん、その手があった。何を一人で納得しとるんだ。私はこれからイチャイチャシリーズの資料を集めに行かねばならん。どうせ高橋先生しか読んでないんだろう、あの本。かあ、これだからガキは分かっとらんの。そこまで言うならわしとの勝負に勝ったらラーメンをおごってやる。エロ仙人に。そう、決め手は必ず大玉螺旋丸という条件もつけるかの。やるってばよ。長黒の里で、あと一段と力をつけてきよう。エロ仙人、勝負だってばよ。はしゃぎおって。こっちだ、こっちだっての。め、始め、作戦。こっちだっての。よっはそれどら早押しの術、こっちだっての。よっは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 こっちだっての、こっちだっての、こっちだっての、こっちだっての。一方ハリ地蔵、こっちだっての。影分身の術、それで切り替えたいのだ。ぶっ飛ばしてやるってばよ。大玉螺旋丸、よっしゃ。勝者どうだ、エラ仙人。くぅ、油断したとはいえ、まさかお前に負けるとはの。よっしゃ、それじゃあ早速、おちゃん、ラーメン特盛り10人前、いや、20人前で。なに？そんなに食うのか？俺ってば、イライラすると余計に腹が減るっていうか、腹が減るからイライラするっていうか、いただきます。とほほほ、イチャイチャシリーズの資料代が。